グッチさんです。The Good さんチャンネル。どうもどうもどうも、グッチさんです。キャップしております。で、今日は、DOD ではなくてこちらでございます。じゃん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 。バンドックソロベースで、昨日はこっちでキャンプしてて、今日はこっちでデイキャンプをして、あとは帰るっていうだけなんですけど、で、このインナーメッシュなんですけど、なんか僕も気づかなかったんですけど、こう近づいてみると、こう見てください。なんかね、僕も記憶ないんですけど、穴開けちゃったみたいで、これはまずいなと思って、今日はこれを修理したいと思います。もうね、なんかで多分引っ掛けたんでしょうね、自分で。なんかね、穴開いちゃってて、これはね、さすがに直さないと広がっちゃうので、ここら辺まで、ね、あるんで、これはね、今日直そうと思います。さあ、そしてどう直すかっていうと、この補修テープ、穴開きを塞ぐメッシュ素材の穴開き補修、これがアウトドアショップで売ってたんで、たまたま通りかかったら売ってたんですよ。これは買わなきゃだと思って、で今日はこれをやっていこうと思います。さあ、大きさもね、意外となんかぴったりなんで、多分そのまま貼って大丈夫そうな感じですよね。ただちょっと中身がどんな感じなのかだけちょっとチェックしようかな。じゃん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 。おお、なるほどね。出てこい。よいしょ。OK。さあ、買ったやつが、2枚かな？ん？ 2 枚か。2枚あるので。さあ、説明書。として使用方法、補修箇所の汚れを落とし乾燥させてください。もう汚れてないし乾燥している。で、テープを適当な大きさに切り、角を丸くカットしてください。おお、まあでもこのまま貼っちゃおうか。うん、テープを適当な大きさに、ね、角を丸くカットしてください。角がないからこれは大丈夫か。なるほど。で、裏側を剥がして補修箇所に中心から、うん、なるほどね。で、テープの上から強く押し付けて、なるほど。要はもうこのまま貼っちゃえばいいってことですね。簡単だ。うん、なるほどね。要は剥がして、あ、なるほど。テープがこの端っこが透明になってるんで、多分わからないし、多分破れがこう、なんだろう、広がってもこれで多分大丈夫なんでしょうか。これ両方貼るってことなのかな。両方か、両方だな。そうだね、でもこういうことだよね、かな。そうしとこう。まずは外側から貼るので、よいしょ。じゃん、よいしょ。こういうことですよね。貼りました。で、次に裏側から同じように貼るってことですよね。よいしょ。で、空気を抜いていく作業ですね。おお、OKOK。はい、完了しました。うん、綺
綺麗な丸ちょっと目立つけど、近くで見るとまあ目立ちますけど、まあ全然僕一人だけのテントなので大丈夫だろうかなって。で裏から見るとまあこんな感じですね。ちょっとね色が黒なので目立っちゃうんですけど、まあ仕方ねえか。僕が穴あきを塞いだ理由として、これからね夏に向けてやっぱり虫が入ってくるのが一番ね怖いので、特に蚊とかね、こんなちっちゃい穴だと絶対蚊入るので最悪ね、こんなちっちゃい穴だと飾って入ろうと思ったら入っちゃうので、これはやっとこうと思って塞いでおきました。うん、いやでもまあ勉強になりますね本当に。こういうこともやっぱりあるよっていうので、皆さんもぜひ修理、簡単ですからこういったキットだと。